はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、寝癖からゴム一本でできるちょっとこなれ風のポニーテールアレンジをご紹介します。ね、ポニーテールをね、皆さんやられる方って結構多いかなと思うんですけど、ちょっとね、もう毎日ワンパターン化したりとか、なんかいいやり方ないかな、ちょっと変わったやり方ないかなっていう風にね、思ってらっしゃる方に必見のポニーテールです。使うのはね、もうほんとゴム1本。まあ、あとはね、スタイリング剤だったりとか、ちょっとブラシは必要なんですけど、これで変わりますので、ぜひ皆さん、チャレンジしてみてください。それでは、動画を、どうぞ。じゃあまず、寝癖の状態、何も捨てない状態からスタートしていきます。まずは、ブラシで、毛先から溶かしていきます。しっかりとね、絡まりがなくなるぐらいまで溶かしてください。その次に、オイルを毛先からつけて、少しね、髪の毛に潤いを持たせておきます。この時にね、結構乾燥でパサついてる髪だと、まとめた時に綺麗に見えないので、しっかりと髪の毛がまとまるぐらい、しっかりとつけてください。もう一度ね、髪の毛を溶かして、全体的に整えていきます。では次に、耳のとこぐらいから、大体半分に分けます。で、上の部分をしっかりとね、手ぐしで溶かして、ゴムで結んでいきます。で、結ぶ位置はあんまりね、上じゃなくて、ちょっと下ぐらいで大丈夫かなと思いますので、この辺ぐらいで結びます。で、こう結んだ時にね、あんまりこう、きつく結びすぎると次のプロセスがやりづらいので、気持ち緩めに結んでください。次に、真ん中に空洞を開けます。で、一度、くるりんぱ。して、このね、穴をもう少しだけ広げます。で、次に、ここからがポイントです。2本の指で空洞の中に入れて、ぐるっと、一回転。こんな感じで、交差させます。で、この空洞の中に、ちょっとね、手を持ち替えて、この下の髪の毛を、下から上に通します。こんな感じで。で、しっかりね、通ったのを確認する感じで、慎重に通すようにしてください。次にね、この下のゴムの部分ですね。ゴムで結んだ部分を2つに分けて、で、そのままぎゅーっと縛ります。そうすると、こんな感じで自然にまとまります。でね、ここの部分がやっぱり凹んでいる方もいらっしゃるかなと思うので、ゴムの部分を持って、少しね、丸みを出すように髪の毛をほぐしていく。ある程度丸みが出て形が綺麗になれば完成です。はい、ということで、こんな感じでね、ちょっとポニーテールアレンジをやってみました。やっぱりね、ツヤ感すごく大事になってくるので、まあしっかりとスタイリングでつけて潤い乾燥させないようにやっててください。分ける位置だったりとかね、はちょっと細かくね、写真で多分細切れでやってた部分もありますので、その辺のね、量感は見ながらご自身で調節していただければなと思います。今日もね、最後まで動画をご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗で可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。